シルバーレインは、トミー・ウォーカーが運営する、プレイバイウェブ。同社 TW シリーズの2作目にあたる。システム開発は、アッシュ有限会社、メインイラストレーターは、小山博和。略称は、銀渦。現代日本を舞台に、過去700年にわたって、歴史の陰から世界を守護してきた、世界結界の綻びにより発生した、シルバーレイン現象が生み出した、ゴーストと、 それに対抗できる能力者を育成するべく、鎌倉市に設立された銀受刑管学園の生徒たちの戦いと青春を描く学園電機 PBW。公式サイト上ではメインイラストレーション小山博和と表記されているが、企業としてのタイプムーンとの関連はなく、小山個人の活動として制服やアイテムのデザイン、キャラクターの作成を行っている。 なお、グループスンの制作によるテーブルトーク RPG 版も出版されている。テーブルトーク RPG 版の節を参照2012年12月31日にサービスを終了した。2021年10月31日に TW シリーズの6作目である第6両兵にてシルバーレインの世界が実装され、向こうに舞台を移した。 正統続編として扱われることがアナウンスされた。キャラクターは、キャラクター背景と、本業能力と呼ばれる、特殊能力を含めたすべての要素を得る、本業ジョブと、アビリティ能力と装備可能武器の増加の恩恵のみを、得る、バイトジョブを、それぞれ一つずつ得ることができ、ジョブチェンジによりこれらを自由に変更できる。キャラクターのジョブは、本業ジョブ、バイトジョブと表記される。なお、 ジョブの中には、来訪者ジョブと呼ばれる人類以外を表すジョブも存在するが、ジョブチェンジによって任意に変化できることに変わりはない。シルバーレインの世界において、キャラクターが付けるジョブには、以下のものがある。以下の並び順は、キャラクター作成ページで表示される順。本来ゴーストは、能力者にとって敵であるが、一定の条件を満たしたゴーストは、死役ゴーストとして、 能力者の味方となる。キャラクターは、バイトジョブの代わりに、この刺役ゴーストを刺役することを選択できる。だが、強力なゴーストを刺役するほど、キャラクター自身の力が低下してしまう。また、刺役ゴーストは主である能力者が、その刺役ゴーストのレベルプラス1に達することで、進化させることが可能となる。進化は任意である上に自由に退化させることもでき。 進化と対価に高運動を必要としない。現在、PC が刺激できない刺激ゴーストは登場していない。プレイバイウェブ、シルバーレインには、テーブルトーク RPG 版が存在している。これは、シルバーレイン RPG というタイトルで、2008年4月に、エンターブレインより、b ご飯書籍タイプにて発売された。テーブルトーク RPG 版、シルバーレイン RPG の、 ゲームデザインはトミー・ウォーカーではなくグループスによって行われている。ゲームシステムはプレイバイウェブ版とは全く異なるものとなっているものの世界設定やプレイヤーキャラクターの立ち位置はプレイバイウェブ版と全く同じでありプレイバイウェブ版のキャラクターのデータをテーブルトーク RPG 版のデータに変換して遊ぶことも可能である。シルバーレイン RPG の ゲームシステムについて特徴的な部分を解説する。チャプター、シルバーレイン RPG は新生の概念を実装したテーブルトーク RPG である。一回のゲームプレイは複数のチャプターによって構成される。一つのチャプターが開始されるときにゲームマスターはチャプターの終了条件を明示するというルールがあり、プレイヤーは各。 チャプターごとに終了条件を満たすことを目的として動くことになる。このルールによって、プレイヤーがゲーム中において、自分が次に何をすれば、シナリオのクリアに近づくのかということを見失うことが、ないようになっている。ロールカード、シルバーレイン RPG では、行為判定はダイスでなく、カードで行われる。判定に使われるカードはルールブックに同封されている、専用のカードで、 ロールカードと呼ばれるものである。ロールカードには1から4までの数字が一つ書かれており、プレイヤーは行為判定の際に自分が手札として所有しているカード1枚を場に出し、そのカードの数字とキャラクターが持つ固有の判定値を足し合わせて、それが行為判定の目標値以上であれば、その判定は成功とみなされる。なお、カードは複数枚を同時に使っても良い。 カードの補充は、プレイヤーキャラクターが持つ、運命の意図というポイントを消費することで補充される。運命の意図ポイント自体の補充は、何らかの行為判定で、ロールカードが1枚使用された時に、カードに書かれたアクトワードに沿ったロールプレイを行うことで1点ずつ補充される。このことから、ロールカードは、ロールプレイ支援システムとしての特徴を持つとも言える。なお、 一回の行為判定で得られる運命の意図ポイントは一点なために行為判定にカードは複数枚使うことは高いリスクを持つシルバーレイン RPG はオンラインセッションに力を入れているタイトルでもあるシルバーレイン RPG 専用のオンラインセッション用チャットツールメガリスドライブがトミーウォーカーの公式サイトよりダウンロードできカードを使った本作のゲームシステムをすべて 再現することができるようになっている。ありがとうございます。